こんにちは、趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは、いろんな方をゲストにお招きして、趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや、始め方など、美味しいところを聞いて、新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。 むしゃらじでもかれこれ180人ぐらいに趣味を聞いてきました。やっぱり趣味の話をずっと聞いていると、趣味の定義ってなんだっけって思うことがあるんですね。どこからどこが趣味なのかって、履歴書とかでも趣味の欄ってあるけど、趣味ってどこまで突き詰めたら趣味じゃなくなんのとか、 どれぐらいやってたら趣味なのっていう定義ってないじゃないですか。例えば僕が今から新しいスポーツ全くやったことのない、じゃ野球を始めたとして、やったことないとして、野球を始めたとして、一回試合に出ましたで趣味って言っていいのとか、逆に甲子園とかバリバリ出てて、スカウトされんのされないのみたいな感じのところまで行った時って、趣味って言っていいのいけないのとか、その辺難しいですよね。きっと答えなんて出ないんですけれども、今日はその趣味について、 どっからどこまでが趣味なんだろうねっていう話をしております。ちょっと取り留めがないかもしれませんが、僕らの中では答えらしきものが見えている気がします。今回は皆さんも一緒に悩みましょう。というわけで本日もいただきましょう。DJ シカのむしゃむしゃラジオ 早速今日のゲストをご紹介しましょう本日のゲストはこの方ですどうも初めまして北海道で米農家をしておりますポッドキャスターのジョンと申しますよろしくお願いいたしますジョンさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします先日夜の農家さんのね収録でご一緒させていただいてはいああ、ゲスト出てくださいってお願いをして出ていただくことになりました僕もびっくりはしてたんですけどあのもともとこちらの番組出させていただきたいなと思って目はつけてたんですけどあ本当ですか、はい、嬉しい そうなんです、まあ、なんですけれどもあの、うん、同じ題材で先に喋ってる人がいるなっていう風なのを見てしまってちょっと気遅れしてた部分があるんですけどね。全然僕はそこ気にしてないというか、うん、むしろステータスだったりとか人が変わると楽しみ方が同じ題材でも違ったりするじゃないですかあ<ー>面白いと思ってる部分とか。そそうですすね、はい、それは多分にあると思います、うん、例えば一人のアイドルを好きな人がいたとしても歌が好きな人もいれば容姿が好きな人もいてダンスが好きな人もいたりとかすると思うんでそれぞれが魅力 に思ってる部分をいっぱい語っていただくことでその趣味があ自分でもこの入り口あったら入れるかもみたいに思っていただけることがあったらいいなって思ってるのであなるほどなるほど全然被ってていいなって思ってるんですよねわかりました、はい、じゃあはいあのその被ってる趣味をちょっと話をしながらやっていこうと思いますはい <laughs> <laughs> ちょっとその人となりの部分を先にちょっとお伺いしたいななんて思ってるんですけどそうですねはい、お米作られてるんですよね、はい、そうですだいたいえー、うちの 経営面積やや75ヘクタール東京ドームで換算するとあれ1個あたり4ヘクタールなんで、うん、えざっと20個いかないぐらいの面積ででそのうち、えー、半分が、はい、その半分ぐらいが水田っていうふうな感じになってますね。それ で僕この間夏に初めて東京ドームの中に入ったんですね。はいはい、でめっちゃ広いなっていうことをちょうど実感したところなのでかける ×20 ってなるとめちゃくちゃだなって思ってるんですけどそのそれ何人ぐらいで運営されてるものなんですか私含めて10人ですね これでとあのちょっと逆に人数が多すぎるぐらいなんで本当はまだ面積が必要なんですけれどもね。そうなんですか。はい。なかなかたくさんの面積を回せば回すほど食べさせられる人数がどんどん減ってくるっていう不思議なことが農業では結構起こりがちになるので。<ー>はい。うん、今の計算でいくと一人当たり東京ドーム2個掛け持ちしなきゃいけないってことですもんね。そうですね。でもそのぐらいだとまあ回せられる作物が限られてしまうので全然面積が足りないねっていう風うな形になって。 できちゃうんですよね東京ドーム何個分っていう例えの中でも相当でかい方なのにそういううことが起きるんですねそうなんですよまあ、だからどん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 あの大規模化していってやってる農家がどんどん数が減っていってっていうふうなので、まあ、生産性は上がってるんですけどね農村に住む人は減っていくなっていうん<ー>まあそんなようなところで農業しております、はい、なるほどそんなところでお仕事をされているジョンさんの趣味って何ですか、はい えー、私の趣味はラジオををはじめとした音声配信を聞くことになってます<ー>この中にはあの当然のことながらこのポッドキャストもはじめとしたポッドキャストもあの趣味としてあじゃあもうポッドキャストに関わらずいわゆる地上波というか、はい、オールナイト日本的なものも含まれるしっていうことなんですか、はい そうですね、まあ、ここ最近は抜かしてますけどオーディブルとかまあ、その辺とかも、うん、あのひたすら聞いてた時期とかもありますしまあ、とにかく耳で聞くものっていう風なのが仕事柄すごく聞く機会が増えますねお仕事中は結構ずっとその音声を聞いてられるんですねそうなんですよまだいたいのトラクターに乗ってる時って開いてるのって耳だけなのでねまあ運転しながら音楽聞いたり、うん、ポッドキャスト聞いたりするのと同じような感覚で果てしなく長い時間 ポッドキャストを聞いててたりしておりしおますねすごい、えーうん、なんかさっき聞いた面積とか考えるとすごい広いところでポッドキャストを聞いてるってことですよね。そうですね。ずっとトラクターの中で何かしらの音声が流れていて、で、それを聞きながらいろんなことを思ったり思わなかったりっていうふうなことをやってたりしておりますね。で、あと私はあのこういうふうに、まあ、ポッドキャストをひたすら聞いてたりもしますし、あとはまあ、ポッドキャストも配信してますっていうのを話をさせてもらってたんですけれども、ポッドキャストをやってる歴も結構長いんですよ。 2011年からポッドキャストを配信しておりまして、めちゃくちゃベテランじゃないですか、そうなんですけどね、まあ、ところどころ、まあ、のブランクとかはあったりするので、まあ、キャリアで言えば <laughs> せいぜいつながってるのは8年か9年かぐらいだとは思うんですけど、ね、めちゃくちゃ長いです、<laughs> そうですね、すごい。なんで、一応あの、日本国内で農業をしながらポッドキャストを配信している人の中では、多分一番古い現役の人だと思ってます。はい、すごい農系ポッドキャストってもう 僕の中でですけど一大派閥というか、はい、もうウィークエンドとかやっててもやっぱりその農業系の方々いっぱいいらっしゃるじゃないですかそうそういうふうなことになってるんですけどねただ、うん、パイオニアをやってる割にはあの何の利権とか利得もないような状態で今現在ここまで来てるんですけどね <laughs> <laughs> ポッドキャストはそれぐらいの方がいいなと思いますけどねまあそういうふうなもんなんですけどねはい <laughs> それでちょっと今回あのポッドキャストの話をしますっていうふうに、えー 石川さんの方にお話をしてでそれであの、はい、自分が好きかどうかっていう風なところをいろいろ話そうと思って準備をしてたんですけれどもいろいろ考えていった結果私はあのポッドキャストを好きでやってるのかっていう風なところがちょっと自信がなくなってきてましてねな <laughs> なんんかか今日つぶやかれてたたのちょっっと気になったんですよ <laughs> うん、うん、そうこういう風ないらぬプレッシャーを与えるのもどうかなとは思うんですけれども <laughs> なんか長く続けてきてることっていう風なのはそれだけ長く続けてきてることあの長く 続けてるだけあって、いろんなことがあって、うん、それで。 楽しいだけじゃどんどんなくなってくるっていう風なのがあるかなとは思うんですよね。ラジオを聞いたりするっていう風な、その聞き方とか触れ方とかっていう風なのも随分変わってくるような形になってて、無邪気にポッドキャストというもの自体が大好きなんですっていう風に言えるかって言われると、ちょっとなっていう風な部分があったりするのが <laughs>、うん、なかなか悩みどころなんですよね。いや、んそんだけ長いことを聞いている、聞いていて発信していてってなると、でもやっぱり根底には好きがあるんじゃないんですかそうですねいや多分 根底には好きがあると思うんですよでもこの隙が一体どこの部分が好きなのかっていうのが なななかかか判別がつかないんですよね、うん、例えば、はい、ポッドキャストを配信してる人が好きで、その人たちと関わりたくて、ポッドキャストをしているのか、まあ、それとも、まあ、私あの、ラジオすごく聞くので、ラジオのパーソナリティみたいなのに憧れがあって、ラジオをしていることが好きなのかとか、まあ、そんなようなところで、まあ、あとは言ってしまえばあの、ポッドキャストを配信することで、人に認められたいとかね、まあ、そういう承認欲求的な部分で好きなのかっていう風なところが、ぐっちゃぐちゃになって、自分でも判別がつかなくなってきてるなっていうのがあるんですよね。はいあのー 嗯。Mm. わかります。でもそのどれもが当てはまるのは我々も多分そうで、ねうんうん、多分今これ聞いているポッドキャスターさんはみんなあれってなっちゃってると思うのです、<laughs> そうそうだと思うんですよ。深く向き合い始めるとちょっと分かんなくなるみたいなところありますよね。そうなんですよね。これが多分あの何かを作る趣味だからっていうのが厄介な部分だと思うんですよね。<laughs> あのなんか自分で準備して話をしたりとかやろうとしたりっていうふうなことをやってったりする。 自分より明らかに上手い人もいるしあと、うん、自分より上手くないなとか自分の基準だと面白くないなっていうふうに思うようなものでも自分よりもたくさん評価を受けていたり人気があったりっていうふうなことが如実になってくるような場所だったりするのでね、うん、まあそういうふうなのもってこのまあるんでですすよねねそうですね、まあ、真剣に考えてる時があるからこそ嫌だなって思う時もあったりもしますからね。 そうなんですよね。うん、うん。だからあのこれを話しながらちょっと石川さんにどうしようかなっていうふうに思われてないか不安で喋ってはいるんですけどね。<laughs> ねえいやいやわかそうじゃないですよ。ないですか。はい。はい <laughs>。すごく気持ちがわかるなと思って。 いて多分これは今回ポッドキャストとかがテーマになってますけど真剣にスポーツと向き合っていて「趣味なのこれは本当に目指してるの」みたいな感じのことだってあると思うし音楽やっている方とかなんかは結構近かったりとかもするのかなーなって思ったりとかその趣味にはまればハマるほど落ちる部分だったりとかするのかなと思っているのでー、はい、テーマこそ違うけれどもあのみんな。 共通して思うとこなのかなって思ったりはします ああなるほど。いや、うん、そうですね。で、確かに、あの、私も、あの、時々、ちょっと注目されて、売れなくなってきたミュージシャンの気持ちって、こんなことかなっていう風なのをね、思うようなことが結構あるのでね。まあ、一瞬、フックアップされて、すごくリスナーが増えたけども、今、それが少なくなってきてるなっていう風なので、ちょっと、卑屈になってくるとかっていう風なこともありますしね。っていう風な感じのことを話し始めると、お前は本当に楽しんでそれをやってるのかって言われると、ちょっと怪しい部分だったりするのでね。 で、ちょっと軌道を修正していきたいんですけど、<laughs> <laughs> はいまあやっぱりあの僕マイクに向かってラジオパーソナリティみたいな喋り方をしたいっていう風な欲求が強いんだと思います。はい、うん。 なのであのひたすらあのテンションを上げるためにお高いマイクを買ってでっぽい機材を揃えて配信するっていう風なのにやってたりするのはこういう風なところかなとは思うんですよね、はい。形から入ってみるっていう人も多分ポッドキャスターさんはいると思うんですけどそれがなんかこう自分の満足感みたいなのの得やすいのもポッドキャストだったりとかはしますよね。そそ、うんうん、そううでですすねれれあるとと思います、うんはいまあ、特に私はあの1人でずっっ収録ををした配信っていうのの多分分キャリアの半分以上それをずっと とやってるんですよね、はい、だからあの目の前に人がいないで誰もいない虚空に向かってしゃべり続けるっていうふうなことを長らくやってるとですね、うん、あの話を聞いてくれてるのがインジケーターだけっていうふうなところそ、ね、<laughs> <laughs> そうそう、うん、だからあの、まあのまこの数字とか青い点滅とかそういうふうなのが動いてるだけでも、うん、まあ私を聞いてくれる人がいるはずだっていうふうなのはね思えるのでまあその辺でちょっと気分よく喋れたりするかなってのは思いますね。うんはい、いやでもそれが一番趣味として 正しいい立ち位置ななのかっっって思ってて思る部分もあやっぱり自分が満足できるというかもう根本自分が好きでいられることをやっているのが趣味としては一番健康的なのかなって個人的には思うのでうん,、うん、なんかあ今こうやって喋ってる自分ちょっといいんじゃないって思っているっていう状態が作れたらもう成功なのかなと思ったりはします。 そそううでですすねそうなんですよただあのそれだけで満足できなくなってくるっていうのが人間厄っいな部分だなってなっよね <laughs>、うん、あるんですよね。なかなかあのポッドキャストで、まあ、そこから上っていうのもなんていう,なんていうのか分かんないですけど、はい、何かになろうとしてしまう時っていうなのがどうしてもあって、うん、その辺の部分と折り合いをつけるっていうふうなのがなかなかあのもうこの今私あの今年で40歳になる あるんですけれども、同い年か。あ、同い年です。 ちょっとお話した時も同いいかなっっていう風にちょっと、はいうん、多分石川さんの方がもしかしたらちょっとお兄さんかもしれないですけれど、はい。学年1個上なのかもしれないですね。はい、僕3月生まれで40になったので。ああ、なるほどなるほど。あそしたら多分そんな感じだと思いますね。うんうん、はい。いまだにこの辺の折り合いっていうふうなのがうまくつけられないんですけど、まあ多分ポッドキャスト始めた当初よりはちょっとうまくできるようになってきたかなっていうのがあるんですよね。うんうん、ここ最近私あの折り合いがよよううやっっとつけるようになって,きてててき一時期は いろんなポッドキャストにかみついて回るっていう狂犬のようなことをツイッター上でしておりましてね <laughs> そんな。んまさにそうですね、そういう狂犬みたいな時期がありましてね、ほぼにご迷惑をおかけして申し訳ないなっていうふうに今ではあの謝りたい気分でいっぱいだったりはするんですけれども、けれども今その辺が落ち着いて、なんかあのいろんなポッドキャストを楽しく聴けるようになってきてるかなって思います。かそのキャリアの 中でもそれこそやり方も変わってたと思うんですけどジョンさんの中も結構変わってるんですね。そうですね、やっぱりあのガツガツしてた時期っていう風なのがありまして、うんで、そのガツガツしてた時期っていうのは、なんかマネタイズするぞとか、うん、あのいつか地上波のラジオのブースに俺が座るみたいなことを考えてた時期があるんですけど、今あの、そういう風な望みっていう風なのが全くないなっていう風な気分になっておりますのでね。そそれでその辺が 入ってた時期っていう風なのは例えばあの人気のある番組とかそういう風な部分に対していろいろと思うところとか嫌だなっていう風に思うことがいっぱいあったんですけどねなんですけどまあここ最近はすごく勉強になるなとかなんか聞けるようになってきたなっていう風な感じはするんですよねそっってなんかきっかきけとかかあるもんなんなでですかうんと時間ですね。諦めるってていいう風なののが長く続いてでその 諦めてる状態が長く続いてるのにもかかわらず、なんか体調を崩してあの、ポッドキャスト休みますとか、やめますっていうふうに言わないで続けてった先になんか見えてきた感じですね。なんていうんですかね、もう自分の定位置、この辺で、まあ、ここから先、頑張っても何かなるかどうかっていうのが分かんないけども、でもまあ、下がってもこんなもんかなっていうふうな、まあ、そんなようなところで、落ち着きが得られるような瞬間っていうふうなのが。 あったんですよね。でもそれが、うん、まあ、ここ最近ちょっとポッドキャスト休んでた時期から復帰してっていう風のがあったんですけども、その復帰してからちょっとずつ今こんな感じになってきてるって感じですね。うん、うんそれはそのポッドキャストってポッドキャスト始めたら何かしらの こう反応がが再生回数が1増えたよからその聞きましたっていうレビューとかポッドキャスターさん同士で仲良くなったりとかっていう,こう少しずつ変化が出てくるなっていうのは僕がやってて思っているんですけど。 変わっていく先にそういう自分の中の変容だったりとか大きなきっかけがあるわけではなくても少しずつ長い目で見れば一番最初とは違うんだなって思えるってある種日々の変化は少ないけれども振り返ってみると大きな変化があった日記みたいななんかそれがちゃんと自分で自覚できるっていう意味では面白い趣味だなって思ってます。たただだ人にに聞かれるるけではななないいいい面面面白白ささ内面とのの向き合いみががあるなっていうのがさらに長く続けて いるとジョンさんみたいにあるんだなっていうのは楽しみになりますね。そうですね。そう言っていただけるとありがたいなと思うんですけれどもね。<laughs> うん。だから、あの、まあ、今回ちょっと、あの、ポッドキャストの話し,したいなって思ってはいたんですけども。はい、果たして趣味って言ってて良かったのかなっていうこととが悩んでた部分だったり。いや、でも、僕、うん、の、この武者ラジって趣味について考えるみたいな側面もやっぱりどうしても出てくるんで。たまに趣味を仕事にしない方。 いいって言うけど「本当かな?」だったりとか「うんうん、趣味って何?」って聞かれると困るみたいな感じのテーマに話すことがあるんですけど趣味を続けていくと「趣味って何だろう?」って深いところにはまってしまうみたいな今回のテーマは僕は面白いなって思いますけどね。 そうですか、うん、じゃあもうちょっとこのまま突っ走っていこうと思うんですけどなんかそうなんですよだからあのどんどんその趣味っていう風な言葉に当てはまらないところまでいくんですけれどもまあ、けれどもこれがあの、うん、世間一般から見ると趣味だよねっていう風なので済まされてしまうんですよね。なんですけどねで僕もポッドキャストを作るのって何ですかね作ってしまうっていう状態に来てるなって思うんですよ。特になんかあの意気込んで企画をしたい とか何か調べてますっていう風なわけじゃなくてなんかスッと作れるようになっちゃってきてるから作ってやってるって感じなんですけどね。で逆にあのこれをやめてしまうと私には今何も残ってないなっていう風な状況にもなってるのでねその辺もあってなかなかあのやめづらくなってるなっていう風な感じもするんですよね。これあの収入が得られるような手段じゃないだけなおやめづらいんだと思うんですよね。ミュージシャンとかはい お笑いの人とかだったらお仕事として成り立たなくて生活できないねってなったらやめようかってなと思うんですけれど、<laughs> はい、ポッドキャストはあの本人が諦めない限りいくらでも続けられてしまうというふうな恐ろしい代物ですからね。うん、そうですね。しかもこう始めてる時から、ほとんどの人が収益化はしてないじゃないですか、できてないじゃないですか。そうななんんんででですよ、うん、ほとんどできてい YouTube と違って再生回数によってのお金もないですし。 うんうん、よっぽどどっかと独占配信契約をするとかそれもどれぐらいもらえるのか知らないですけどうん,、うん。なんかこうちゃんと自らスポンサーを探していく手段とかじゃない限りないですよね。そそうなんですよおそらく私あの急に どこかの企業の気まぐれでスポンサードしますっていう風に言われて、でも多分あの内容に口出しをされるようになるとしたら断ると思うんですよね。はい。だからあのポッドキャストとかそ、その辺の部分って、本当にあのお,お金いらないですっていう風なのを自分から言っていくような代物にもなるので、うん、なんかあの、まあ、ポッドキャスト配信されてる方の中には、あのね、普通にあのマネタイズ目指してやられている方とか、あとはまあ、企業のオウンドメディアのポッドキャストとかもね。まあ。結構いらっしゃいますけれども、うん、ああいう人々と。 多分あの、インディーでやってるポッドキャスターのね、この精神性の極端に合わない部分っていうのはこの辺なんかなっていうのはね、ちょっと今、話しながらも思ってたりはしましたよね。そうですね。も、まあ、うん、確かに僕も自分の番組にそぐわないものの告知を入れてくださいっていうのは結構やりたくないですね。うん,うん、なりますよね。はい、なんか やっぱりあのそうこの形式でこの話をしてくださいっていうふうな、まあ、フォーマットを自分で決めたのをなんか勝手に、ね、いじられるっていうふうなのは許し難いなっていうふうにそうですねうん,、うん、なんかそういうのをやりたいから新しい番組作るんで喋ってくださいだったらありえるのかもしれないですけどね。ああそうですねそれだったらやろうかなっていうふうに自分が作ったこの番組をいじらせてくれっていうのはちょっとなかなかうなずきづらいですよね。 いやうん、そうなりますね、うん、だからなんかどん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 その作る方向に先鋭化していったり考えたりっていうふうなことをやっていくと私はいつまでこれをやるのかなっていうふうなところちょっと不安な部分はね <laughs> あるんですよわかります、はい。なかなか自分でも話をしていて、まあ、昔と比べてうまくなった喋れるようになったっていうのはある一方で衰えてきたなって感じることはとことこあるんですよね。私はあのサブあそういえば番組名言ってます ませんでしたね <laughs> あの英納とサブカルというポッドキャスト番組を配信しておりますまあ内容的には私が農業をしながら得た知見を使って で映画とかゲームとか、まあ、そういうふうなものの描写の分析をするというふうなコーナーですとか、まあ、あとは忙しく農業をしながらでも触れられる映画とかゲームとかの話をするっていうふうなポッドキャスト番組なんですけれどもそれであの衰えてくる部分っていうふうな話なんですけどそう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 でそれであの、まあ、自分の頭の中であの特に私一人で喋るのでレジュメをすごく用意するんですよでそれでうん、うん で特に1人の番組なんで聞いてもらうためにすごくいろんなものを用意して、えー、話をするってあるんですけどもこのなんか詰め込み具合っていう風なのが何年か前と比べてあの浅くなってるというか微妙になってきてるなっていうのをやりながら感じてたりするんですよねだからあのもう、まあ、年齢によってなんかちょっと能力の衰えなんていう風なのも若干出てきてくるのかなっていう風なのをね40にもなってないのにちょっと思ったりはしてるんですけど <laughs> うんうんうん <laughs> そうそうそれであの 自分の能力の衰えに応じて番組のやり方とかを変えていけばいいかなっていうふうな気もするんですけどね。そ、うん、れでも、そう、なんかやっぱりあの長く続けていると期待されているものとかっていうふうなものっていうのが決まってくるようになってて、そこにあの答え続けていかないといけないのかなっていうふうな気,気もやっぱり配信しながら思うんですよ。で、特にあのな,なんて言ったらいいかな。この人に期待しししてていいる話ほ内容は 僕だったらあのゲームの農業描写の分析のとかの話を期待されてますとか、まあ、あとは農業のポッドキャストをやってた頃は農業の話をすることを期待されてますっていう風なんだったんですけども、まあ、それがあの自分の気持ち的にできなくなったり自分の能力的にできなくなったりっていう風なことがあってってでそれで自分のできる方向に新しい話題に切り替えていった時にどんどんリスナーが離れていくなっていう風なことになってきましてね、うんうん、でその辺のことを考え始めるとなんかそうなん 衰えるというか変わっていってしまうっていうふうなことが自分の中でも当然のことだから起こるようになっていってでそれであの多分あのまあポッドキャスト個人で予算もなしで終わるタイミングが来るとしたらそうやって変わりきっていった末にあの誰も聞かなくなった時が終わる時なのかなっていう気がするんですけどね、うんうん、っていうふうな話をちょっとすいませんあの、はい、なんか取り留めもなく話をしてしまってたんですけどだ大丈夫ですかって思ってはい大丈夫です <laughs> いや僕はその、うん、ポッドキャストを始める前に ユーチューバーが好きでユーチューバーさんのこう動画っていうのを一つのグループとかを何年も見てたりとかするんですけど面白さが一個一個の動画の面白さもあるんですけど彼らが成長したりとか結婚したりとか仲違いをしたりとかそういうのも含めて楽しんでる側面はやっぱりあって。 るある種そのリアタイで見てるドキュメンタリーもあるなと思ってるんですけど<ー>僕はそれをポッドキャストでやりたいなって思ってるのもあって、ね、準備期間をほとんど使わずにポッドキャスト始めてるんですねうん、うん、なので編集の仕方もわからないしどうやったらいいのかもわかんないからうん、うん、こう BGM と音量も変だし間もめっちゃあるしみたいな感じのとこからスタートしてるんですけど。うんうん こういういあれなんかこの辺からちょっと編集うまくなってきてるじゃんとか喋り方うまくなってきてるじゃんとか一個一個のエピソードの回数長くなってるじゃんみたいな変化も含めて楽しんでほしいと思っているところがあってそれが本当にリスナーさんが求めてるところか分かんないですけどインデペンデントの独立系の個人がやっている番組はそこがあってほしいなって自分も思うところがあるのでうん、うん、それを記録できるものってなかなかないなって。 って思っていてその日記にしろ個人で何かしら育ててそれを記録していくにしろ音声ってある種本当のことしか言えないところがあるじゃないですかそうですね、うん、そうなんですよそれを残しておくっていうのが面白いのでなんか下手したら誰も聞かなくなっても変わり続ける誰も聞かなくても喋ってる自分を残しておきたいなって っっちょっと思ったかなと思いますあなるほどなるほど。<laughs> いやそうですね、なんか、ポッドキャストって、あの、特定のテーマを決めて配信をしてるはずなのに、ライフブログのような形にもなっちゃうんですね。そうですね。まあ、その辺もあって、ちょっと私がこれを趣味って言いづらいのかなっていうふうに、今、<laughs> <laughs> はい、要は、あの、人生なんだなっていうふうに、さっきおっしゃってた、いろんなものが溶け込んでいった結果、 ね、ジョンさんの中でやりたかったことだったりとかプレッシャーだったりとかリスナーさんへの思いだったりとかこうやってて楽しいとかっていうのが溶け込んだ結果趣味がいろいろ結束して人生になったんでしょうね本当にねそうなんでしょうね、うん、はいでもこれ申し訳ないですか趣味を 突き詰めてっていうとなんかもう,もうちょっとこうストイックな感じがするかもしれないですけどこう自分の中でそれをやってて楽しいからスタートしてるんですけど繰り返し繰り返してるうちにもう自分の人生と白衣できないところまで来てしまったら趣味って人生にステップアップなのかわかんないんですけど <laughs> こうジョブチェンジするんだなっていうのはこういう趣味ならではって感じですね。 ちょっとスポーツもそうななのかそうですねなんか同じスポーツ生涯やってる方とかもなんかそんな感じがしますね。うん、これになってもラグビー定年退職してからやってますとかっておじいさんのニュースとかも時々見たりやするんですけども、うん、なんかやっぱりあのずっとそれを続けていってそれがもうすること自体が習慣になっちゃってるっていう感じなんでしょうね。そっかか情熱大陸とかに出た時に はい、この特定の分野で出て、はい、あなたにとってポッドキャストはって聞かれた時に人生って書くのは割とありがちなあれじゃないですか。はい、<laughs> ありがちですね。はいうん、人生って書く人の気持ちは突き詰めていくとこういうことなんですね、きっと。あ ここういうういいとななんだろうなって思います、ねはい、でそれがね結果を生んでるとか社会的な成功を生んでるとかは全く関係がないっていう風なところが恐ろしいところでもあるんですけども <laughs> そ,、ね、そうなんですよ。 はい、だって、本当だったら結果だったりとか利益だったりとか名声だったりとかを生んでてほしいですもんね、こんだけやってるなら。そうですね、はい、そうなんですよ。だから多分、僕、同じ時間プログラミングの勉強をやったりとか副業してたりしてたら結構まあまあ稼げてたんじゃないかなとでも、きっとそれをやってたらジョンさんじゃないんでしょうね。 実際あのポッドキャストで喋りをしている自分ってあのポッドキャストの中にしかいないんですよね。あのうん、やっぱりリスナーさんが聞いてくださって育ててきてもらったっていうふうなところもあってこの喋り方にもなってるっていうのもありますしの普段マイクが抜けると私はあのほとんどたどたどしい言葉しか喋れない人になってるのでね。お仕事中のジョンさんとポッドキャストのそのマイクの前にいるジョンさんっていうのはやっぱり違う人というか両方知ってる人とかからすると。 とやっっっぱちょっと違うねねてななるんですすかなります、ね、だから僕の本名の方で呼ばれるとすごく声が低いんですけれども <laughs> あのジョンさんって呼ばれた瞬間に声が少し高くなってあとはハキハキ喋るようになるっていうのはありますね。うんはい それは、ね、まこのキャリアがあるからこそですね。そうなんですよね。はい、はい、だから、あの、本当は、あの、私は。自分があの、うまく喋れないのをコンプレックスに思ってて、それを直すためにポッドキャストを始めたはずなんですけれども。うん、あの、日常生活では、大して解決してないというのは。すげえところだなと思いますね。<笑><笑><ー>はい。えー、自分で、そこまで分析というか、違いを、まだ見切れてないですけど。はい。僕の場合は、その、お仕事をしている中で、喋ってる時間。が めちゃくちゃゃく多いんですね1、うん、一日の朝から晩まで大体会議が入っていてその会議の中では大体僕が一番喋ってるっていうポジションだったりとかするので。うんうん ずっと喋っているんですけど、多分キャラは違うんですよね。あのどっちかっていうと大体怒ってるんで、<laughs> <laughs> そうなんですね。はい。なんかなかなかポッドキャストの聞いてる限りではそんな印象は受けないんですけど、そうなんですね。大体怒ってるんで、その感じが受けてないってことはやっぱ違うんでしょうね。うんうん。きっと違うと思います。うんうん、はい。結構あのそうフラットにどんな状況でも落ち着いて喋られてるから。 すごくいいキャラだなっていうふうにいろいろなあの、まあ、回とかも聞いてても思ってたんですよね。はい だからあのこの人の時は興味あるのかなとかねこの人の時全く興味ないのかなっていう風なのも全くわからないっていう風なところがうん、うん、あのこの番組では非常にプラスに気が来てると思います。<laughs> ああよかったです、はい。はい。でもそうですやっぱりあの乗ってくる瞬間の声のトーンの変わりとかはやっぱりわかるのでなんかその辺の部分も踏まえてやっぱりなんかいい,いいキャラになってきてるなっていう風なのを確かにちょっと聞きながら思ってはます。いっぱい聞いてる方にそんな風に言われるのめっちゃ嬉しいですね。はい <laughs> ね、まあ、でも、そうなんですよ。なんか、やっぱり。 皆さんあのそう何かしら絶対面白いところあるよなっていうふうにまあいろんなポッドキャスト聞いてても思うんですよ、うん、ものすごい下手な喋り方だなとかねフィラー切ればいいのになっていうふうに以前だったら思ってたんでしょうけどでもそれもチャームだなっていうふうなこともね最近思うようになってきてたんで、うんはい、なんかそういうふうな感じになってきて自分の違う、まあ、キャラを育てて人生にもなってきてしまってるポッドキャストなのでね, <laughs> ねなんか定期的にあのちょっと辛くてやめようかなって思う 思うことはあるんですけれども、うん、あのなかなかやめられないのはこの辺なんでしょうねそういう意味では結構だって体力的にポッドキャストが絶対できないってなるのって多分本当に相当先じゃないですか そうですすね相当先だと思います、うん、その編集とかしたりとか,なんかどこまで頑張るかみたいなのはありますけどとりあえずその音声を配信していくっていうところだったら多分本当に死ぬ間際までできるじゃないですか。そうですね、うん、あの声が出る限りってことを考えると本当になんですか、ね、体力的とか,なんかこう自分の意思以外でやめるっていう選択ができない趣味でもありますよね。<laughs> <laughs> そうですね。うん、なんか恐ろしいところに手を突っ込んでしまったな <laughs>。なんかね、こういう風になった時に誰かに肩を叩いてほしいっていうこととかってたまにあるじゃないですか。うん、うん、ありますね。もう諦めよ。うん っていうのがないですね。ポッドキャストってそう考えると。そうなんですよね。うん、だからなんかあの派手にあの誤りごとを引き起こすような炎上事件でも起こせばやめようかなってなるとは思うんですけれども、<laughs> でもその晩節を。 崩すような、あの、怪我すようなことを自分からわざわざしたいかっていうと、そうでもないですしね。だから、なんか、幸せに引退していくような方法とかっていうのがないもんかなっていうのはね、結構考えるんですけど、うん、なかなか。他のポッドキャスターさん見てても、見当たらないんですよね。よねなんか、多いのは、マネタイズの方向に振っていく人が、あの、結構ありますね。だから、あの、ポッドキャストやめて、ユーチューバーになってる方とかが、ちょこちょこおられますね。うん、私があの、ポッドキャスト始めるときに、すごく憧れてたポッドキャスト番組。 でこれはあの白井亮さんっていう当時はあの若いあのトッポーい兄ちゃんだったんですけれどもなんかすごく最盛期10万人だかっていうふうな数字が出てたポッドキャスト番組なんですけれども、はいうん、今では考えられない数字なんですけどねその方とかも今現在はなん YouTube の配信週2回とかっていうふうな感じでずっとやってられてるんですけどね、はいうん、でもポッドキャストを配信することは一切なくなってしまったので、まあ、寂しいな っっっていうふう、ね、っっていいうなねちょと思はるんですけどね、うんうん、でもそうなってくるとあの YouTube にくら替えしただけであって配信はやめられないんだなって感じがしますね。<laughs> あでも、うん、配信っていうその音声だけじゃなく配信って考えた時でもやっぱりこう、うん、何かしらの中毒性はあるなって思います。そうそうっすね、はい、だからあの人生でもあり中毒でもあるっていう、ね。<laughs> そううですね <laughs>、うん 配信ホリックになってる部分もあるんだろうなぁとは思います。そうそうですね。うん、やっぱり数字がまあ、聞いてくれる人の数字が如実に増えたり、あとは反応が返ってきたりするとね。はい、やっぱりそうなりますよね。うん。うん やっぱり最初のうちはやっぱりどうしたって普通はこう少しずつ右肩上がりになっていったりそれがもう本当にほとんど平らかもしれないけど少しずつ少しずつ右肩上がりになっていくものじゃないですか。そあと、ね、はその再生回数っていうのは減らないので。 再生回数は増え続けていくっていうところが、まあ、まずモチベーションというかこの数字をここまでやりたいとかって思っていくものだと思うんですけどそれがゴールに見えて実は永遠に続いてる中間地点でしかないからひたすら長い道をもう進むことを決めちゃって。 てるみたいなもんですもんね。そうそうなんですよね。なーんかだから先が長いなっていうかどこまで続く山なのかって頂上が見えないのが怖いところですね。はい。死じゃないですか。もうやっぱり。<死> <laughs> <laughs> そ,うそうなんですよ。まあうん、だから、なんか全然あのやればやるほど、あの <laughs> そうなんですよね、はいあの、先が見えなくて、そしてあと自分の方の納得させるような、うん、いい出来のポッドキャストを作るっていうふうなのもあの、結構形もどんどん変わりながらも再現がなくなってきていって、でそして多分あの、はい、私の目の前の機材もどんどん増えていくことになるのだって仮に80歳まで生きるとしたって。 まだあとジョンさん40年ぐらいポッドキャストやるってことす。<laughs> そうですね。怖 <laughs> いな。<laughs> あの,の40年も先に見ちゃうと、怖ってなりますね。怖ってなりますね。はい、いやだから誰聞いてんだろうっていう風な気になりますよね。うん。<laughs> うん、僕の場合何人と喋るんだろうってなるなっていうのも。<laughs> <laughs> そうですね、週に2人も会ってたらそれは、はい、そりゃ、そりゃ、すごいことになりますよね。続けたら何人と喋ることになるんだろう、それは興味があると同時に、こう、うわっていう思い,がすごいですっ、ね、<laughs> そうですねあの、あの、まあ、それなりにね、なんかやっぱり日々やってたら大変なこととかね、忙しい時もあるのに、うん、これを、ま、続けるのかっていう,うにね、はい。 うんうんちょっとあれですね四十は見ないようにしといた方がいいですねそうですね <laughs> まあいい。 どこでもそうなんです、そう考えるとあの10年って大した年数じゃねえんだなっていうふうな気もしてきますね。はい。あの、まあ、私も一応ね、キャリア上は10年ってことにはなってますけれども、はいはい、それも、まあ、あと先40年ってあるとしたら、全然ひよっこなんだなっていうふうな感じ、ね、<laughs> 僕なんかまだ2年経ってないます, <laughs> すね。あの <laughs> ってなると本当に今までご紹介いただいた趣味も全部が全部じゃないと思うんでうん、うん、なんかある種その退屈しない趣味を見つけられたのかなとも思うので。 苦悩ううしながらな部分もあるし再生回数気にしながらの部分もありますけどなんか変化がない方が多分ね苦痛だと思うんで確かにあの自分がどんどん変わっていってリスナーの変わっていってっていうふうなのそうそう、うん、うちの番組はあのリスナーの入れ替わりが結構激しいっていうふうなあるのでだからずっと付き合ってくださる方もいる一方で離れていったり増えていったりもありますのでその辺の変化があるおかげで、うん あの番組の形変えようかなとかも思いもようになりますし、ねうんはいこう趣味の話をしていて、最終的になんか人生になって、さらにその果てしなさを感じれるっていう意味では、すごい壮大な会になったなと思ってるんですけど。そうですね。だからあの私はこれで良かったのかなって思いながら来てはいたんですけどね。僕はこういう会をたまにやりたいんですよ、やっぱり。ああ この壮大さというか、そのやっぱり趣味って何って結局なるんですよね。僕こんだけ趣味に向き合ったのを 人生で初めてですけどこんな2年間ぐらい趣味やってて趣味って結局何か分かんなくなってくるっていうのが今のところ2年ぐらいの結論なんですけどそうですねまあ私はあの10年で分からなくなってきてますけどもうもしかしたらあ,のあと何年かすればすごく分かる瞬間が来るのかもしれないしね <laughs> 分かんないんですよね <laughs> うん。 40年続けたら、ウィキペディアの趣味っていう欄の編集権をもらおうかなと思います <laughs> <laughs> そうですね、それだけ網羅的に聞いていったら、ギネスも認めてくれるだろう <laughs> <laughs> そこは僕がもらいますい <laughs> はいそこはぜひとも、うんはい、もらった方がいいと思います。人生ですね、人生ですね、はい。まさかこんな結論になると思ってなかったんですけど、はい、あのいや、それがいいですね。うんうん、そうですね、うん、はい 着地点が見えてるお話じゃなかったからこそっていうのは。 うん、うん、いい結果かなと思いました。いや、はい、ジョンさんありがとうございます。はいあのーはい、ありがとうございます。なんか私すごく取り留めもなくなりそうだけどもでもこういう風な話ぶつけてよかったです。はい。うん、うんうん最後にジョンさんの番組ぜひ宣伝をお願いします。ああそうですね。A ノートサブカルというポッドキャスト番組を配信しております。で一応隔週で配信をしておりますけれどもなんか気づけば毎週配信をするようになっておりますのでね。内容的には農業がかかるような 番組に見せかけて中身はあのゲームと映画と漫画の話ばっかりしてるポッドキャスト番組なので、まあ、その辺がお好きな方よかったらちょっと聞いていただけるとありがたいです。であとすみません1点だけイ,イベントのお知らせをさせていただいてもいいですか。はい、ぜひ、はい。12月16日のポッドキャストウィークエンド石川さんも参加されますし私も参加されます。はい、はい、参加します。であとちょっと前に、えー、とゲスト界で配信されました夜の農家の、えー、山本浩平さんも私と同じブースにおりますのでね。まあよ 欲しかったら遊びに来ていただけるとありがたいです。はい。お米とか買えるんですか？そうですね。今回は多分あの電車で来られる人が多いと思うので、あの二号パックっていうちっちゃいパックで、うん、あの、はい、まあ用意して、でそれにあの私が長く取ってきたポッドキャストの中でいろいろ事情があってお蔵入りになっている非公開の音源をつける、まあ、カードダス的なのをつけて販売しようかなって思ってますのでね。<ー>はい。欲しがったらちょっとご賞味いただいた上に、ついにポッドキャストも聞いてもらえればなって思ってます。うんうん、いはい。めっちゃいいですね。買え。 いに行きますあはいぜひともよろしくお願いします、うん、僕もあの当日はあの時間見つけて遊び,遊びに行こうと思っておりますありがとうございます。はいはい、僕は皆さんにほぼ強制的に弾いてもらいたいなって思う、うん、来年聞いてくださった方の趣味にしてくださいっていう趣味みくじを、えーうん、置いておにょ面白い面白い聞、うん、いた趣味をぜひ来年1年のどこかでやってくれたらなと思っております <laughs> <laughs> そうですね。はい。はい、いいな。僕もストプリップ巡りとかしてみたいなって思うんですけれども、はい。はい、<laughs> はい。北海道で巡るのが大変っていう風なのがあるんですけどね。はい。はい、うん、うん、ね、そんなことをやろうと思ってます。なのでポッドキャストウィークエンドも楽しみですね。そうですね。楽しみですね。はい。ちょっとあのあとあの蛇劇の方は私から話すよりはと思っていいたんですけど。あ、ありがとうございます。はい。ジョンさんも蛇劇の方にも出品いただいております、ね、はい。あの出品させてもらいましたの、ね、で、はい、はい。もうちょっと、うん そうですね。まだね、我々はドキドキしてるぐらいのタイミングですけど。ああ、そうですね。はい。あの、ぜひうまくいくことを言っております。楽しみにしてます。大きい発表はもういっぱいさせていただいたので、ゲストがすごいっていうのも含めて、ぜひ。 聞いていただければとまさにだってサブカルでお話できるような内容のことも喋れる方ですからね。まあそうですね。はい。そう中村祐介さんが来てくださってなので味感とかあ,<も>あそうだそうだごめんなさい、はい、ちょっと。 あの出てこなかった。全く申し訳ないです。うん、そうだそうだ。はい。絵はすごく頭に今浮かんでます。うん、はい。はい、サブカル的な意味ではもうまさに日本の中でも有名なサブカルの方なので。そうですね。うん、はい。そうですそうです。うん、はい。なんかすみませんちょっとぼんやりしてたけどそうですそうです。うん、はい。なんていうのもありますのでぜひジャッキーキムポッドキャストウィークエンドも我々の番組もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。<laughs> はい。いやジョンさん今日はありがとうございました。 はいこちらこそすいませんなんか思った以上に長い時間あとはあの間があったり不思議な感じになってる感じで <laughs> ちょっと編集大変そうですけどいいえありがとうございますありがとうございました、はい、さあどうでしょう答えは出たんでしょうかね「趣味は突き詰めると人生になる」っていうねあなたにとって「あなたの趣味は何ですか?」って聞かれたら「人生」 って答えるようになるのが突き詰めたことになるんですかねでもやっぱり本当に好きでずっとやってたりとか習慣化していくとどん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 それが私生活と絡み合ってきて癒着してしまいもう剥離できないものになっていくっていうのは確かですよねうんここまでずっといろんな人に趣味を聞いてきましたけど趣味やっぱり奥深いですねというわけで本日の趣味戦流 突き詰めた趣味の答えは死後わかる。突き詰めた趣味の答えは死後わかる。多分、死んだ後なんでしょうね。それが趣味だったのか、なりわいだったのか、仕事だったのか、その人にとってのその趣味が何だったのか。このまま40年間いろんな方に趣味を聞いていけば答えが出るんですかね。我こそは趣味の答えを知っているぞという方募集しております。ぜひ、むしらじに話に来てください。 というわけでエンディングです。11月12月、ムシャラジはイベントに出ます。11月25日、26日は、ジャケギキというポッドキャストのジャケットを集めたアートイベントを原宿のおしゃれなカフェ .com スペース東京さんで行います。ムシャラジだけじゃなくてね、200点近い番組のジャケットが並びます。そして25日はトークライブもあります。 ジャケ劇のメインアートを書いてくださった八月さんだったりとか、某アパレルブランドのデザイナーさんにお話を聞いたりとか、あとはアジカンとか森見富彦さんの小説の、えー、想定を描かれている中村雄介さんともお話をさせていただきます、えー。司会は私、DJ 石川が担当させていただきますので、そんな貴重なイベントを行っております。現在 PTX の方でそのトークライブのチケットも販売しておりますので、よかったらぜひご覧ください。 それが11月の末25日、26日の土日で行われます。さらに12月16日土曜日は下北沢にて、ポッドキャストウィークエンドというね、イベントが行われます。先ほどジョンさんもおっしゃっておりましたが、こちらでもむしゃラジグッズ販売しております。趣味みくじの他にもむしゃラジグッズが新しいものが用意されておりますので、ぜひそちらも楽しみにしててください。 というわけで、イベント目白押しでございますが、11月12月、リアルイベントでムシャラジと会おうということで、皆様のご来場お待ちしております。そして、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。ムシャラジに出演してみませんかムシャラジに出演してみてもいいよという方、X でムシャラジを検索していただき、アカウントをフォロー、そして固定している投稿にいいねをお願いします。そしたら、僕の方からフォローして、DM をお送りします。 x やっていないよという方、メールもご用意しております。メールアドレスは、むしゃらじお、アットマーク、gmail.com。むしゃらじおは、m-u-s-h-a-r-a-d-i-o です。皆様からのフォロー、いいね、dm、メール、お待ちしております。最後に、むしゃらじは、spotify、apple podcast、gogle podcast、amazon music、kkbox、youtube などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組、フォローやコメント、評価を何卒よろしくお願いします。それでは、今回は、趣味、 ってなんだお、いただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。